感じだろうね、相手も。でもあれでどっちかが飛び強引に飛び出してもなんとか対応できるスピードだったし、俺も落とそうと思ったのに。あと極論言うと車周りにないから、うん、一瞬右車線行っても大丈夫、ね、この恐ろしい死角なんだな、きっとあれ、あそこから見寄ってるの、うん、死角だすよ、なんかそんな感じ。じゃあ大丈夫、勝たない、ごめんね、食わせなきゃ。ポンちゃんのお誕生日三国峠みたいじゃないから平かなと思って、うん、ちょっとこの上りいやらしいけど先手取っといたんだよ、このぐらいまでつって、そこの角まで入札してきたやつに出てきたのにびっくりした、みたいな、嘘みたいな、ヤフオクってよくわかんないよ、相場見てないのかな、まあいいや、よかった、それ以下に書いた。いいね、名前超かっこいい。ホテルっすね、行ったことねえな、行きたくもねえけど、ここだよね、いると思う、俺は。左方向。
円で帳消しにしたと思えばいいのか。ちょっと遅くなりすぎちゃったけど、それで言ってさ、プル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 って回したら俺もう恐怖でしょ。料金所さすがにないと思う。だいぶ落ち着いてきたみたいな。